こんにちは、坂戸隆です。この動画では手首の腱鞘炎について、ね、この原因についてお伝えしたいと思います。まず手首どうなってるかというと、この指とか手首をこうね、指を動かすとか手首をこう動かす筋肉っていうのは、どの筋肉を使ってるかというと、この場所からこの場所までですね、この間です。この間の筋肉が縮んだり元に戻ったりして、こうやって手首を動かしてるわけですね。で指を動かしてるんです。でこれ例えばこちらの筋肉、指を動かすための筋肉で、ここで筋肉伸び縮みしてるんですけど、この位置 でそうすると、これ指を動かす、手首を動かすってやると、本来であればここに腱というのがありますから、こう飛び出ちゃうわけですね。で飛び出ないために死体っていうね、こうまあ簡単に言えばこうやって腱が飛び出ないように、こういうふうに包まれているものがあります。死体っていうんですけど、ね、でこの死体があると、今度この腱と死体のところが常に擦れることになるので、炎症反応が起きてしまいますから、それが起きないために腱鞘といって鞘、筒があります。だからこの腱鞘というのが、筒があって、これが、ね、腱だとすると、筋肉の先にある腱だとすると、こういうふうに鞘の中を動いているということです。これね、はい、でこれが腱鞘ですね。でこの腱鞘の場所に炎症が起きたりして痛いというのを腱鞘炎と言っています。でなぜこう痛くなるのっていうことなんですが、筋肉の緊張によって起こっています。まあ、この手首だとか、まあ、肘でも肩でもいいんですけど、この腱という場所が多い場所なので、この腱の位置が筋肉、腱が硬くなってる、まあ、筋肉の先に腱があるんですけど、緊張状態になってると痛みを発しますので、これなぜここを手首が痛いかっていうことなんですね。で手を、指先をたくさん使うとか手首をたくさん使う、ね、で使うと、使いすぎれば筋肉痛って誰でもなると思うんですね。で筋肉痛は筋肉が固まってるだけなんですけど、老廃物だとかカルシウムっていう物質で筋肉を固めていきます。で筋肉を固めている成分を緊張成分っていうふうに、ね、あえて言い換えますと、こう粒々こう表現してありますけど、粒があるのがね、筋肉を固くしている成分だと考えてください。体をたくさん使った時にはこの老廃物とかがたくさん出てきますから、この緊張させる成分が、まあ、筋肉や腱の中にたくさん溜まってしまいます。でこの老廃物、緊張成分を筋肉の外へ出すっていうのは、筋肉の伸縮運動で出すことができます。ですから筋肉一本、この固めてる成分が溜まってしまった時に、伸縮をさせる部分、伸縮ができる部分は老廃物が勝手に抜けていくわけですね。でも腱という場所は筋肉がほとんど伸縮しないんです。腱がね、伸縮しないので老廃物が抜けづらいんですね。でこれ筋肉伸縮するとか抜けて、腱のとこは抜けづらいので残ってしまうんですよ。で残ってしまうところが痛いわけですね。でこれが腱の場所が多く集まっているのが手首なので、手首の腱鞘炎というのはこの緊張状態が残っている状態、腱の場所だけ、こういう状態になります。で腱鞘炎をの痛みを治していくのに、気をつけていただきたいこと、注意していただきたいことがあります。まず、腱鞘炎って本当に炎症っていうね、状態が起きてると腫れます。で腫れてるところは腫れが引くまで触るのは危険なので、触らないでほしいですね。だから腫れているとか、まあ、熱を持ってる場合はその位置は触らないっていうのが鉄則です。約束していただきたいんですけど、悪化してしまいますので、腫れているとか熱がある場所は触らない、そうにしてください。で触らないまま当然痛み消すことはできますので、まずこの後の、楽々改善法の方でも、改善法でもお伝えしますから、まずはね、腫れてたり熱が持ってる場所は触らない、そうにしてください。では、この後楽々改善法の動画ご覧いただいて、手首痛い方は手首の痛み結構あっさり消えますので、よく確認していただいて手首の痛みを消していただいて、仕事もできるように、遊びもできるように、スポーツもできるように、笑顔で楽しい毎日を送っていただければと思っています。